皆さんこんばんは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、冒険に行ったりとか建築をしたりとかそういうわけではなくって、エンドに行く準備をぼちぼち進めていきたいなと思っております。ということで早速やっていこう。でまずね、エンドに行く装備を整えていきたいなって思ってるんだけど、ここに入れてこう。ダイヤモンドの装備があって、ダメージ軽減、落下耐性ついてるね。ダイヤモンドの剣とかもあったらいいかな。ダイヤモンドの剣なんてないな。ダイヤモンド5個ある。これ剣作れるのか。棒があれば作れる。じゃあ剣も作っとくか一応。でダイヤモンドの剣にエンチャントしたいよね。ダメージ増加、あこれいいんじゃない。軽減増加、ダメージ増加が増加軽減、飛び道具耐性。こっちの方が使わなさそうだな。飛び道具耐性なんてあんま使わなさそうだもんな。これにダメージ増加つけよう。あ意外と安い、コスト4。よし、ダメージ増加。耐久力とかもつけたいか。耐久力なんてあったか。あ耐久力3ってやつある。耐久力か修繕かどっちがいいんだろう。修繕なんてつけたとこでエンダードラゴン倒してる間には経験値なんて拾えないから、そしたらやっぱ耐久力の方がいいのかな。どんぐらい？あ4、これでいくか。落下耐性耐久力ついてる、ダメージ軽減ついてる。あと他になんかいるものあるかな。あとなんかいいエンチャントなんてあるか。まあ、装備系はこれでいいか。あと弓どうしよう。この無限弓あんま持っていきたくないけど、なんかいい弓ってあったかな。射撃ダメージ増加後、これにしようかな。この弓持っていって、この弓は置いとく。ちょっと待って、今はまだ持っといて、この弓を持っていくことにしようかな。射撃ダメージ増加もついてるしね。で矢をいっぱいもらっていこう。このね、消滅の呪いがついてるやつがね結構いっぱいあって、これ使っちゃいたいんだよね。でも例えばこれとこれを一緒にするってなるとコストがね結構かかるんだよね。からちょっともったいないなーって気もして、修繕できずにいる。ここにエメラルドがあるから矢をもらってこようかな。128、下手だからなー。3スタックにするか。あとは通常の道具、ツルハシ、斧、シャベル。あとどうしよう、くり抜いたカボチャとかもいるかな。エンドで被るように。かぼちゃね、ここで育ててるんだけどまだなってないね。もうちょっと待とう。こっちにもあった気がする。あ、ある。これでくり抜いたかぼちゃ作ろうかな。え、くり抜いたかぼちゃってどうやって作るの。ハサミか。お、できた。1個でいいかな。これ被れるんだよね。ちょっとやってみよう。おー、そうそう、視界がねちょっと悪くなるんだよね。まあ一応持っていってみよう。あと必要なのがエンダーアイ。エンダーアイを作るのにブレイズロットを取りに行ったからこれだ。ブレイズパウダーをまず作って、でエンダーアイだね。どうだろう、12個は絶対に必要。9 10 11 12、ポータル作る時に1個も入ってなかったら12個必要って書いてあるんだよね。それプラス投げて見つけないといけないから 6?6 じゃ足りないか。どれぐらい必要なんだろう。一応私が参考にしてるサイトの人は10個持ってけって書いてるんだよね。10個持ってってみるか。10個で足りるのかな。いやもうブレイズパウダーがあと2個しかないから、もう12個持ってこう。じゃあエンダーアイが合計24個。あと足場いっぱい持ってった方がいいな。竹、糸だっけな。足場どれぐらい持っていこう。今24。エンドラ倒すときに足場で登ると思うから、まあ、これも1スタックぐらい持っていくか。60。あとこの深層岩いらないから、深層岩の丸石持っていこうかな。あとベッドでしょ。あとね、そうだ、エンダーチェストが欲しいなって思ってて、エンダーチェスト作ろうと思ってたんだよね。よし、ここで黒曜石を作ろう。でダイヤモンドのツルハシで掘って、よし、黒曜石6個。ここにちょっと黒曜石があったはず。どこだ。 あったあった。15個。これでは作れないよね。あ、エンダーアイが必要。しまった、ブレイズロットを使っちゃった。もうちょっとだけブレイズロット取りに行くか。まだエンダーパールはあるもんな。
エンダーチェスト2個ないと意味ないから、黒曜石ももうちょっと必要だ。よし、そしたらブレイズロッド取りに行こう。今日はもうこういうね、雑務みたいな感じの日にしようと思ってるから、必要なものは全部取りに行こう。金のヘルメットに交換して、これもうちょっとで壊れるな、壊れるまで使おう。よし、それじゃあちょっとだけブレイズロッド取りに行こう。よし、それじゃあ行こう。要塞はこっちだったよな。これか、違うな、これか、これか、違うな。ダメだ、看板つけとかないとわかんないや。こっちじゃなくってこれか、あ、これっぽい。要塞はこちらみたいな看板つけとかないと。この前青い森にももう一回行ったんだけど、青い森、家からまっすぐ掘ったら青い森に着くんじゃないかっていう感じの距離感だったんだよね。なんかすごい大回りしてた。ただちょっと道をつなげていかないといけないから、ちょっとそれもね、また暇な時にやってみたいけど。あ、ここ、ここ、よし、じゃあ倒しに行ってみよう。おお、びっくりした急に現れるな。お、しかもエンチャント弓の落としてくれたじゃん。耐久力2、射撃ダメージ増加2、パンチ1、いいじゃん。ちょっと地味にこの辺の道整備していこうかな。よし、だいぶ取れたよ、ブレイズロッド。この辺に入ってるやつも持って帰ろう。よし、じゃあ帰りましょう。めっちゃ怖い。バグってガストの足だけ見えてる。ここか。よし、帰ってきたので、持って帰らないといけないようなものはなさそうだな。よし、じゃあ家に帰ろう。じゃあ荷物だけここに入れちゃって、よし、そしたらここの黒曜石で、なんだっけ、ブレイズパウダーを作って、エンダーパールで、エンダーアイを作って、エンダーチェスト。あと2個か、足りない。取りに行こう。じゃあまたここで黒曜石作って、で、エンダーアイをもう1個作って、エンダーチェストもう1個作って、OK。エンダーチェストどうしようかな、どこにつながるようにしようかな。本当はもう一個ぐらい作りたいけど、まあ、とりあえず一つはここか、ここかここかだな。ここでいいか。もう一個ぐらいエンダーチェスト作れたらいいなーって感じもするから、ちょっと黒曜石は引き続き作っていくとして、あと必要なものなんだ、普通のチェストも一応持っていく、一個ぐらい。まあチェストとかなんて途中で作ったらいいけどね。あと食料か。パン？パンでしょ？低速落下ポーション。低速落下ポーションってなんだ？どうやって作るんだろう？なんかそんなん持って行ってもうまく使えるかなって気もしちゃうけど、おすすめされてるから一応作ってみるか。ちょっとこの機械で。あなたじゃなくてこの機械で。あ、醸造台。あ、ダメだ。作り方わからん。ちょっと待って、調べよう。低速落下ポーション。ファントム。ファントムの被膜。ダメだ、ファントム出さないといけない。めんどくさい、それは。諦めよう。あと何？水中呼吸ポーション。ああ、水中にあるかもしれないからってことね。あと、エンダーパールと、水バケツ、ガラス瓶。もうこれで揃ったんじゃない？エンダーパール、残りのやつ持って、で、水バケツでしょ？と、ガラス瓶。うわ、全部埋まっちゃった。水もうちょっと持っていきたいな。無限水作れるんだよね、確かエンドでも。なんかバケツ大量にあった。こんなにいらないかもしれないけど。まあいいや、あったから持っていこう。これぐらいですかね。不安だな。まあでもとりあえずエンドに行くものはこれぐらいで大丈夫でしょう。よし、それじゃあ今日はね、エンドに行く準備をしたいっていうのもそうだったんだけど、ちょっとね、この街の手直しとかも若干したいなって思ってたので、それもやっていこうかなと思います。まずここ、前回作ったこの植林場、さすがに小さすぎるよねと思ったので、もう一個向こう、こっち側にももうワンブロック作ろうかなと思います。お、早速なってくれてる。じゃあちょっとここ崩しちゃって、で、例に習ってここが1、2、3、4、5、6、
7、ここまでかな。こんな感じにして、よいしょ、うん、もう一マス後ろだったよ。うん、 OK っぽい。ここでポンと投げると、うん、下に流れていくね。よし、 OK。 よし、そしたらこっちも作っていって、これ外側どうしようかな。羊毛2つ積むか。ここはまあこのままこんな感じで残しておいて、こんな感じで羊毛を積んでいこうかな。え、どうしよう。それか地形で上がってる感じにしてもいいかなってちょっと思っちゃった。地形で上がってる感じにしよっかな。で、こっちの方をちょっと整地しちゃったけど、逆に埋めていこうかな。うん、ありだな。そうしよう。ちょっとめんどくさいこと思いついちゃったな。それならここも地形で上がってることにしよう。よし、こんな感じでいいでしょう。とりあえず地形で上がってる感じに。待って、この例に沿っていくとここも上げないといけないのか、もしかしてそういう感じ。こんな感じってことか。じゃ、逆にこの辺をちょっと整地して、なんかちょっと調節しながら自然な感じになるようにやってみた。もうちょっと土積みたいな。先にこの辺作っちゃうか。じゃあちょっと先に作っちゃうことにして、ここにも水を流そう。とりあえずここにじゃあ生やして、そうしたらこっちに並ってこんな感じにする。柵跡にして、ここを先に作ろう。足場一回立てて、とここのラインはここから始まってるから、今度はここから始めたい。合ってるよな。それでここにこんな感じでつけていったら、ここよりも一段高い屋根になってるってことだよね。 OK だな。そうしたらどうしよう。ここ一回崩しちゃおうかな。ここどうしようかな。まあこんな感じにするしかないか。ここはやめちゃって、もう一段上にしよう。てかここの真ん中別になくていいか。ここにも積んで、うん、こんな感じでいいんじゃないかな。ちょっと微妙に気になるとことかを直していって、これを貼っつけたい。いいよ、違うな。いいよ、よいしょ。まあこんな感じでいいんじゃないかな。一応一回りは大きくなったと思うよ。屋根の高さ合わせてもよかったけどな。まあいいか。よし、そしたら多分透明ブロックでなると思うということが分かったから、このラインにつけたい。ってことはちょっともったいないけど、これ崩しちゃって、でこのラインにガラスつけて、ここはもう一個上かな。こっからもう一個上か。わからん。多分そうだな。ってことはここだな。じゃあここもガラスをつけていって、よし、 OK。 であとここだね。合ってるよね。よし、それじゃああとはここにゾンビ防止の柵を置いて、これは外しちゃおう。こっち側もここは外しちゃおう。でここにつけて、ここにつけて、ランタンつけて、よいしょ、うん、いいでしょう。うん、こっち側はもう同じラインにしよう。ちょっと低い。これね、10、ここが今置いてたとこが7なんだけど、10にしたらなるらしいんだけど、10マスか。ここってことか。なんかちょうどいいところに桜の木がなってくれた。うん、ちょっと広くなったし、あそこにガラスが見えるんだったら屋根もう一個高くしてもいいけどな。影響はしないでしょう。どうせここはなってないしな。そんな気もしちゃうけど、さすがにちょっと見えすぎるからもう一枠やってみるか。さすがに目立ちすぎるなと思ってやってみたけど、うん、あった方がいいかも。あ、なった。じゃあガラスやっぱりいけるな。じゃあ仕方ない、屋根もう一重やりますか。頑張りますか。じゃあここの屋根をぐるっとつけていって、で微妙に足りてなかったここにもガラスをつけて、よし、それじゃあどうせならここのラインもうならないから植えちゃおう。逆に OK。 もっと大きくしたかったら
この横にね広げていくっていう風にもできるね。ここの前もちょっとだけ綺麗にしちゃおっかな。じゃあここは原木をつなげて、で桜の板材を置いて、でここはハーフブロックを置いていく。あ、一番端っこはやめよう。一番端は羊毛にして、ここはハーフにしよう。でここも羊毛。はい、ということで今日はエンドに行く準備をしたり、植林場をちょっと大きくしたりとかしました。本当はもっとやりたいことあったんだけどね、なかなかマイクラ時間がかかりますね。ということで、まあ次ぐらいにはさすがにエンドに向かいたいなと思っております。また頑張りましょう。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。